やっぱりちょっと今年どうしても僕はやり残したと思ってたのがこのオピオピイドなんですよ、うん、アメリカがあそこまでひどい状況になっているのに、うん、あのアメリカのことで何でも入ってくるじゃないですか情報は今、ね。うん、だけどしかもトランプランドラストベルトというのはトランプランドがまあほぼこう発信源みたいになって広がっているから。 日本はとってもアメリカの政治状況に関心もあってそのの表裏一体の関係、ね、以前調べたことがあるけれどもね、うん、あのいわゆるドープというかですねドラッグ依存をブロックする方法として例えばオランダを中心とする、ね、あの情報の非対称性をむしろ除いて薬物を使うとどういう例えばいいこともありしかしどういう悪いこともあるのかっていうことをね知らせてそのグループディスカッションをさせた上で。 で個人の選択に任せるあのオランダのねこれはまあ60年代になされた実験ですけれども全く情報を知らせないっていうのとひどいことになるぞっていうふうに、ね、人間やめますかって伝えるグループと今言った3番目のグループでやると3番目のグループが一番あの薬を使わなくなるっていうことが分かって、まあ、実証的な。 データをベースにそういう教育をしてるけど日本はとにかく性教育からですねあの薬の問題もそうだけど完全に情報をブロックするかでなかったら人間やめますかっていうふうに言うかどちらかですよねでこの会の場合はまだ人の目に触れていないのでひたすらブロックしようということだと思いますねまあこれは伝統的なやり方だと、うん、一般向けにこのオピオイド問題っていうのがほとんどこう世の中に出てない状況っていうのは先生はどう,どうご覧になってますかまずあの、うん 日本とアメリカの薬物依存の現状が大きく違うということが一つじゃないかと思います。うん、その一つはやはり日本はどちらかというとアッパー系と呼ばれる覚醒剤が中心に薬物乱用依存の歴史があります。うん、米国ではどちらかというとダウン系と呼ばれる系ですね。うん、まあオピオイド鎮痛薬ですので神経系を抑えて痛みを和らげるということですのでその辺の違い好みの違いが一番大きくあると思います。うんうん、それと もう一つは、えー、処方の考え方とか流通ですね規制ですね日本は世界で一番非常に流通管理厳しい国しい、うん、それに対してアメリカがルーズであったというところじゃないかと思いますとにかくアメリカでは、えー、人が、まあ、本当にばったばったとこのオピオイドを原因として、うん、まあ死んでいる特に。 まあまあ、90, 年90年代の後半から始まっているはずなんですけど、はい、実際、これを見るとここにきてやっぱりその死亡者数というのがすごいですよね、はい、2012年ぐらいからかな、はい、処方箋が必要なオピオイド鎮痛薬の規制が始まり始めた頃がその辺だと思ってくださっその代替薬がヘロインというふうなことで,ですね、うん、その前は、えー、一部の医療用麻薬 処方箋のピュエード鎮痛薬が社会に氾濫して、はいはい、え痛いといえば出してくれるクリニックが、はいうん、アメリカではピルミルピルの工場っていう形で言われてたんですが、はい、それが 全部、えー、取り締まり締ががあったた規制強化されたので、うん、急激に手に入らなくなる、うんえー、その結果、えー、そういったものを使ってた患者さんが手に入らないとなるとストリートに行ってヘロインというような図式ですね、うん、逆に規制の結果規制になってしまったという副産物として出てきたのがヘロインと。うんうん、でヘロインは依存性が強いですから、はいえー、どんどんエスカレーションしますのでオピオイド鎮痛薬の、えー、依存を何らかの形で、えー、止めないと最後は呼吸抑制 呼吸が止まって死亡に至るとということでその結果がこのヘロインであるとかあとは最近こう2015年ぐらいから伸びている新しい合成オピオイドと呼ばれる、うん、アヘン由来ではない化学物質としての合成オピオイド、うん、ここまで来ますとさらにまた。 えー、呼吸抑制等のリスクがが高まって死ぬ人が増える麻薬と言われるものの中ではもう完全に今オピオイドが、はい、まあ主役っていうかメインの問題になってるという、はい、あのーうまあ、麻薬鎮痛薬っていうのはもう一概に全てこれが医療用麻薬による死亡者かというとそういうわけではなくてここのところの伸びはどうも僕の感じですと非合法のものが増えてきたのが一つの要因じゃないかとは思ってます。うん、ただ入り口は 処方箋の医療用マイクです。なるほど。普通に飲めば普通にしか効かないやつをわざわざその夜飲まなくてもいいように、徐報化っていう技術を使ってできたのが MS コンチン。夜中に起きてい痛みで起きて飲まなきゃいけないっていうのが結構痛みの人には辛いことだったっていうことなんです。よねコンチンと言われる徐報製剤が出るまで一日六回飲まなきゃいけない。そうすると夜起こしたりとか。 痛くてきたというだからそれはそういう意味ですごくまあす晴らしい医学的にも素晴らしいただし先生それはあれですよね飲んだ場合にそう聞くってことは例えば薬を砕くとかあるいはなめるですか中で溶かすその外側とかをすれば中身はやっぱ出てきちゃうそこがまた問題になったのがいわゆる通称チューイングと呼ばれるような乱用これは。 鎮痛剤としてではなくてアメリカでは若者が医療用マイクを遊ぶというようなことが90年の終わりから2000年入って起きてるんですけどそれはやはり遊ぶのにはやはり早く聞いてほしいわけですから情報化を壊すために噛み砕くっていうのがどこからか指令渡っちゃって流行しておくし子どもがやめられなくなったっていうような患者さんが増えていったわけですね。 したかとによって遊ぶ人たちは随分予防できたと思うんですねですけど今問題になってるのはやはり、えー、痛み止めとして使った医療用マイクを自分の判断で使い始めてやめられなくなった人たちが吹き溜まりになっているというのが現状じゃないかと思うんですねですからそういう問題が起きているのも えー、静かに起きてきた事実もあるんですけど、うんえー、規制をきちっとしてきたことによって、うんえー、アメリカのような大きな問題になっていない。うん、はい。そこの規制っていうのはまず具体的にどういう日本では規制がありますか。えっと規制というのはまずですね、はい、流通に対する規制が非常に厳しいです。医療用麻薬を製造販売できる会社も、うんえー、限られています。うん、そしてその、えー、製造販売元の製薬会社にも免許が必要。うん さらにに。薬局も免許が必要、管理するために、はいはい、そしてもちろんその前に問屋も免許が必要、うん、薬局が必要病院も必要、うん、そして処方をするお医者さんも特別な資格が必要というような形で規制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 で非常に網をいっぱい張ってきたものですから社会に漏れるということがなかったわけですね。そここがアメリカととの大きな違いいだ思ます。れは、 これからも、あの先生がご覧の限り有効ですか。この規制で有効だと思います。うんうん、世界にまれに見る素晴らしい規制だと思いますので。うん、えー、これをは維持、これが正しかったことが今アメリカで言われてますので。うん、えー、多分維持されていくものだと思います。うん、新しい薬を、発売するにあたっては、うん、臨床試験っていうのをしなければいけません。多くの薬の臨床試験の、えー、フォローアップのデータって、どんなに長くても1年です。1年。たった1年ですか。うん じゃないといつになっても薬にはなりませんのでですからその薬を10年使ったことまでは考えられてないわけなんですね幸いにも日本はアメリカが5年10年オピオイドを使うとやめれなくなるっていうことが入ってきてくれたおかげでちょっと今使い使いがちょっと待っていく 見ててていきまましょうってなっなすのでそそれはどんんな薬ででもううだと思うんですですのでえそのやはり薬今後考えていかなきゃいけないのは必要な時に使ってえ必ずやめるという文化も広めていかなきゃいけないんだ使うな使うなでいくと今度逆に救える患者さんが救えなくなってしまう医療用マイクの適正使用で重要なことは必要な患者さんに必要最小限の量を必要最小限期間届ける。 そして必ず出した医者が必要がなくなればやめるということをしていけば本当に必要な患者さんに届きますし不必要な患者さんにダラダラと行くこともなくなるんじゃないかなやっぱ友達がいない人とかね、はい <laughs> えー、つまり人、ね、止める人、うん、お前そろそろちょっと目おかしいぞつ月がとか何でもいいんですけどやっぱ止める人がいるかいないかっていうのは結構 こう重要だと思いますね逆に言うとその孤立して誰からもこうセーブしてもらえないような状況にいる人がまあどんどんもう増えてると思いますけどそういう人がこう自分の意思でこうねその原因とロスを計算していや長い目でロスが大きいから原因はやめようと思うか って言うととちょっと難ししい気がします、ね、あの今まで「薬物依存になって社会的孤立する」というふうに考えがちでしたけど、はいうん、今は全く逆の考え方です。うんうん A、社会的孤立が最初ににあって薬物依存になるというのが今の代替セオリーでして人に癒されることのできない孤独な人間の自己治療が薬物依存だと言われてますのでですから、A、やめれないのは当たり前だと思うんですね誰も止めてくれない。A